今日はノリプラの滝を巡りに参ります。あなたがそんな新聞の題材を考えつくもんな。でさ、なんか山じゃないな、滝かなって。びっくりしすぎだから。待って、待って、見てから。足元お気をつけください。ママ、ね、上が、上見てみ、おー
白バカの木がある。鳴らしたいなって書いてある。鳴らして、カンカンカン。熊よけ、熊よけ。なんか強くない？やると思った。音近づいてきたもんね。こっちだね。うん。ああいいね。マジ？ほんま。おお。あの奥だ。こっちじゃなくてあの奥だ。綺麗、すごい綺麗、綺麗。うわあ、やばい、すげえ。一発目、レンガの滝、完了。クリアです。お、晴れてきたよ、ね、じゃあ参りましょう。参りましょう。マジ撮影終わったすごいな、これスキー場だよ。さあ着きました、三本滝入り口。これどうなんで、ここに車を置いて行くわけだ。はい、ということで、ゴンジさん、次なる乗り換えの滝は三本滝で、この三本滝の入り口っていうのはこの三本滝レストハウスっていうとこからね。そう、こっちはスキー場の本来ね。あ、もう書いてあるやん、三本滝って。釣りました。釣りました。
こにもまだだな、ここじゃないな。あの上からすごいよ。あ？はよ。頑張ったよ、でも本当に、うん、疲れた。風呂行こう。オッケー行こう、夏休み、あのいくらの大滝を巡る、まあ、ちょっと外出できてよかったね、はい、企画でね、うん、1個ね、行ったんだよね、前に1個、去年行ってるんで、そう、3つはマジ多分無理、ちょっと無理ですね、体力的にも。あの、お子様にちょうどいいのはまあ2つくらいがちょうどいいと思います。いやー、よくない、1個でいいよ。多分行くなら1個ならここ行った方がいいと思うですね。めっちゃ綺麗だ。ああ、最初に行った方も綺麗じゃなかった、さっき前後のな、うん、え、あそこ行っちゃかったよ、うん、あそこの方がいいんじゃない、あそこ手あるやん、うん、あそこなんか楽だわ。なのでね、小学生が行くんであれば前後の滝がまあ一番手ごろですね。温泉行きますか、行きますか、はい、煙か行きましょう。何それ、何味？食べちゃう、食べちゃう、食べちゃう。最高でしょ、温泉の後は。気持ちよかったね。めっちゃよかった。めっちゃ気持ちよかった。滝すごかったね。